こんにちは、伊藤康子です。今日もスタートいたしましょう。今日は10月の帯締めと帯揚げのコーディネートについてお伝えをしたいと思います。この動画はショッピング動画になっておりますので、帯締めと帯揚げをご紹介させていただきますから、この QR コードからご覧いただいてご注文いただくことができます。ただし一点物になっているので、売れ切れてしまいますとなくなりますから、お好みに合うものがあればぜひお早めにご注文ください。 QR コードからご注文くださいね。ページに行ってご覧いただいて、そこでご注文いただくことができます。はい、それではご紹介いたしましょう。今日はですね、私は、9月の末なんですけれども、今日9月の末と言ってもあと10日ほどありますが、はい、急に気温が下がってきました。でも昨日まではとても暑かったですし、このあと予断を許さないお天気のアップダウンがとてもあるような9月、本当になかなか油断ができない9月のお天気になってまいりました。そういう時に何を着ているかと言いますと、私は今日は一重を着ました。この一重はですね、大島紬で夏大島というふうに言われて買ったんですけども、夏に着るには全然涼しくないんですね。で、透け感が少しありますけれども、このちょっとなんか銀ラメが入ったような光沢感があるので、あんまり涼しそうではないということで、一重に最適なんですね。はい、ですからこの9月末に着ております。そして帯は、はい、これはですね、山形で染めた絞り技法を使って染めた名古屋帯ですね。染めの九寸名古屋帯になります。はい、その九寸名古屋帯を茶色の帯締めと帯揚げでコーディネートいたしました。こんな格好になりました。はい、このようにですね、季節が変わると色が変わってきます。それに伴って帯締めと帯揚げが変わりますけれども、お着物とか帯ってそんなに簡単に変えることができないですよね。でも帯締めと帯揚げを変えるだけで雰囲気はとても変わる、季節感は変わります。ですからそんな帯締めと帯揚げの変え方を知っていただいて、今日ご紹介するものの中からお選びいただいて、お役に立つものがあれば利用していただければいいと思います。皆様がお持ちのお着物と帯揚げの色によって、そして個性によって合わせるコーディネートが違ってまいりますので、同じような例があったら、あ、じゃあこの帯締め帯揚げが合うんだなというふうにご判断いただけますし、もしこれを見てもなんだかどれが合うのか合わないのかわからないわとおっしゃる方は、色個性ファッション診断をお受けいただくと、自分の個性が分かって、私はこのタイプだから色数はこうとかっていうことが分かります。それでも分からない方は、帯締め帯揚げ選びサービスとか着物選びのお手伝いサービスというのがございますので、そちらをご利用ください。はい、そしたらもう分からなくても完璧にするっていうことをお伝えしますので、そういうことをやって着ていただくと、あ、これが似合うのねっていうことが分かっていただけると思いますし、それで多くの方に褒めていただけたら、それは素晴らしいことだと思います。はい、それではですね、今日ご紹介するものがたくさんありますけれども、帯揚げと帯締めと半襟のご用意をいたしました。例えば私は今日は白い半襟をしていますけれども、ここに優しい水色をしますと、ちょっとおしゃれ感とかなんか雰囲気が変わってきますよね。はい、ということで、この水色の、これ絹の半襟ですね、半襟をしていただくのもいいですし、それからこの藤色、同じ柄でも藤色にしますと、ぐっと優しさが出る、女らしさが出たりしますよね。はい、それからお肌の色の調整ということで、お顔の色がピンク系なんだけれども、イエローの着物が着たいというような時に、こんな色を使っていただいて、お着物との馴染みを良くするというようなこともできると思います。色と柄が重要ですね。はい、これあんまりそんなにたくさん色を使ってない、でも少し柄も入って色も違いますので、それなりにおしゃれ感が出ると思います。はい、これらを使ったコーディネートをご紹介したいと思います。
先日のウールのご紹介をさせていただきました。それから URL でご覧いただきますけれども、ホームページの方で帯をコーディネートしたコーディネートをご紹介しています。そのコーディネートに合わせる帯締めと帯揚げという形でご紹介させていただきますし、それ以上たくさんの帯締めと帯揚げがありますので、ご自分のニーズに合わせてお使いいただければと思います。まずですね、このはい、緑にオレンジが入ったウールのがございましたね。これにこのワニの茶色の帯をコーディネートした時の帯締めと帯揚げを3パターン考えてみましたので、画像でご覧ください。はい、この黄緑バージョンですね。それからオレンジと黄色バージョンですね。それからエンジバージョンですね、というふうに3通り、はい、このように小物を変えて同じお着物と帯でも使い分ける、着分けることができるので、楽しくなる、たくさんコーディネートができるということになると思います。で、これらの帯締めと帯揚げを一つずつご紹介させていただきます。まずこちらの綺麗な黄緑の帯締めと帯揚げですけれど、この帯締めなんですね。この帯締め素敵でしょう。これとっても役に立つと思います。はい、この帯締め手組みです。手組みで平田組紐さんの手組みですね。黄緑の中にオレンジのような薄いオレンジが入っていますので、青い個性の方、白い個性の方、それからこれはですね、全ての個性の方に合います。合わないのは赤い個性の方、それ以外の方は合う色合いと雰囲気です。これをこの帯揚げ、綺麗でしょう。これはですね、日本の色ということで、素敵な日本の色を染めています。日本のなんていう色、はい、日本の伝統色ということで、これはですね、裏葉柳という色合いを、葉っぱの柳の裏の色でしょうかね、こんな、そういう日本の伝統色で裏葉柳という色がある、んですけれども、その色とこの帯締めと2のコーディネートになっています。はい、前の動画でですね、秋になると色がシックになりますよというふうにお伝えをしました。シックに、全体をシックにしていただいた方がいいんですね。でも全部をシックにする必要もなくて、使える色合いというのもあるんですね。これとこれはを使ったのでは秋っぽいシックさは出ません。ですがコーディネートとしては使える色合いなんですね。例えば今日私は着物と帯をこの茶色で秋っぽくしています。秋っぽくしていますが、もっと焦げ茶の帯の場合は綺麗な色が必要になりますよね。ここに暗い色を持ってくるともう地味になってしまうので、そういう時にこれは使える色ですし、でもどちらかというと春にも最適なので、春バージョンとして使っていただくということもよろしいと思います。はい、春を中心にしてそれ以外の時も使える。そしてこの帯締めは夏にも使っていただけると思います。帯揚げは夏は使えませんよ。はい、次ですね。そしてですね、この時にやっぱりこのイエロー系なので、この帯揚げ、半襟を使っていただくとよろしいなと思います。この半襟はもう好き好きで使っていただくといいと思うんですね。それからこれは絹なのでお肌にとても優しいです。ですが絹は縮みますので、絹を扱い慣れている方はこれを一番最初水通しをしていただければ、あとはそんなに縮まない可能性も強いので使っていただけると思いますし、化繊がいいとおっしゃる方は、柄物はないんですけれども、たくさんの色がついた化繊の半襟というのがあります。それも URL を解説欄に載せておきますので、その中で選んで、例えばもっと濃い薄茶とか、私はグレーがいいわ、もう少し濃いグレーがいいわとかっていう風に色を選んでいただくということもできます。これです。これは黄色と茶色ですね。これも秋っぽい色ではないので、秋冬と限らずにずっと使っていただけると思います。これにですね、この
帯揚げを合わせることで秋っぽくしました。この帯揚げ素敵でしょう。もみじ、もみじとお寺ですね。お寺の屋根ですね。はい、素敵でしょう。これすごく素敵でしょう。これ染めですからね。1枚ずつ染めています。そして書いているので、大変あの高級感のあるものです。こちらは無地ですね。でもこの色はとてもいい色ですよ。そしてこの秋の色ですね。これにこの色が合うような帯締めの赤茶ですので、これと合わせて使っていただくと、この帯締めが秋っぽくしてくれるわけではありません。冬っぽくしてくれるわけではありません。ですが他のところにそういう色が強く入っているものの色を引き締めるとか、春を中心に活躍していただくことができますし、私は今回このようなコーディネートで使ってご提案をさせていただいておりますね。ということで、赤いもみじの帯揚げでした。これ大好きです私。それこれとても素敵です。このろうけつ、これも素敵でしょう。これもろうけつでとてもシワになりにくい、とてもいいものですね。このひび割れが入って、これは一鎮染めですね。そこに桶が描かれています。そしてこちらは無地なんですね。はい、この帯揚げとそれに合わせたのはこの手組みのこの帯締めですね。これも素敵でしょう。半分無地で半分柄がありますね。こういうのは本当に長く持ちますね。これは手組みです。手組みの帯締めです。はい、ですから巻いてみますと、体の太さ細さによって違いますけれども、こちらが無地、こちらが少し柄が出るので、こちらを柄を多く出すとかして締めていただくということですね。そうすると帯揚げの色はローズ系で綺麗な色、そして帯締めのこのえんじで引き締めるということになって、これも長く使っていただける帯締めと帯揚げになると思います。はい、さて次です。黒にローズのウールです。ローズのウールに3点のコーディネートをいたしました。最初は緑バージョン、次はエンジバージョン、次は白バージョンです。かっこいいですね。さて緑バージョンから参りましょう。緑バージョンで使った帯揚げはこれなんですね。これもですね、ちりめんです。はい、秋とか冬になってくると、このちりめんのほっくりした感じが温かさや優しさを感じさせてくれますよね。そして両側にこのようにかわいい刺繍が入っています。かわいいですね。それからこの色はもう本当に秋と冬にお役に立つ色合いですよ。この色にしただけで着姿がほっくりと秋色とか冬色になりますよね。ということで、この帯揚げはとてもいいですよ。これに合わせたのはさっき合わせたこの色でした。なぜかっていうと、バラの帯が綺麗なピンク系だったんですね。そこにあんまり濁った色が合わないので、この色でコーディネートしました。はい、この帯揚げがあることで秋になって冬にも使っていただけるコーディネートになっていると思います。この黄緑の色は大変素敵な色です。秋冬に大活躍する色だと思います。はい、次はですね、エンジバージョンですね。このエンジバージョンにはこのエンジの無地を使いました。この無地の帯揚げと言っても、これも日本の伝統色なんですね。日本の伝統色、京紫ってこんなエンジなんですね。はい、この綺麗な京紫に合わせたのはこちらになります。これは手組みではないんですけれども、半分ずつ染め分けているので、多分とても使いやすいと思いますし、秋と冬には大活躍していただけると思います。ほとんど同じような色ですよね。はい、ですから色を調和させてお使いになりたい方にはとても使っていただけると思います。こういうふうにすると雰囲気変わりますよね。私は今茶色、それがグレーとエンジになりますね。で、そして帯揚げがこのエンジですからいい感じですよね。秋冬色になりますね。
ということで、このセットもおすすめです。おすすめです。次のコーディネートはですね、この帯がとてもおしゃれですよね。で、こんなハイセンスの方にはこんな手刺繍の雪の結晶の刺繍をした帯揚げがありまして、これは片側だけなんですけども、すごくすっきりとしたおしゃれ感ですよね。白にグレーの濃淡です。そして雪の結晶なのでシャープなかっこよさです。そこに合わせる帯締めはこのなんか緑のような色合いですけども、この色合いを選んでいます。はい、ですが紺色もあるんですね。紺色もあるので、このどちらでもそのコーディネートによって合わせていただけると思います。私はこちらを合わせています。こういうふうにしますとキリッとした感じになるんですね。はい、甘さが嫌でシャープになさりたい方にはこんな帯締めと、それから白、白と言っても存在感があって他にはない雰囲気です。この雪が見えますので、見せてくださいね。雪が見えます。そしてこの帯締め黒白です。かっこいいでしょ。はい、白い個性の方絶対おすすめです。すっきりさせたい方、マイナスのコーディネートにしたい方におすすめです。エンジバージョンとそれから緑バージョンがありますね。まずエンジバージョンに関しては帯締めがこの色、この色を使いました。これもおしゃれですよね。緑とそしてエンジを使っています。はい、これに合わせるのにこんな色の帯揚げがあればいいんですけれども、この少ないエンジ色に合わせてエンジを使ってみましたよ。はい、先ほどご紹介したこのエンジ色なんですけれども、このエンジ色に合わせてこんな帯締めの使い方をしています。それがこちらになりますね。この帯揚げもとっても品質も良くて色もいいですし、帯締めも手組みなので長く使っていただけますよ。次がこちらです。こちら素晴らしいと思いませんか。この帯揚げ、富士山とススキですね。そしてこのロウタタキの素晴らしいこと、まあ素敵、これが帯揚げなのって思っちゃいますね。はい、これ帯揚げなんですね。こんなのもうできませんよ。はい、これはもう秋に進んで締めたいものですね。これをしますと秋と冬になりますので嬉しいですよ。これがこうきますね。そしてこちらがこの色もおしゃれですね。はい、途端に秋と冬になりますね。そして色がいいですね。やっぱり品質の良さが色に出ますね。そしてちらっとススキが出ています。これは締める方のこのウエストの太さとかで違ってくると思いますけれども、このように出すことができますので、はい、こうやって締めていただいて、ちょっとこんな風に出すとかなさったらいいんじゃないでしょうか。はい、こちらに私が合わせたのはこの茶色なんですね。この茶色です。この茶色はですね、無地なんです。無地の茶色。はい、お着物が茶色系なので、この帯で引き締めるということで、この帯締めと帯揚げを使ってコーディネートしています。冬にはとても活躍します。そしてこんな茶色はですね、夏に使っていただくこともできますし、冬に使うこともできるんですよ。例えばピンクの着物に、そうですね、薄茶のベージュの帯の時とか、これでキリッとさせることができますし、一重の時、ムシムシした時にこれでキリッと感を出すことができるんです。ということで、この茶色は大変使える色であると私は思います。なかなかない富士山の帯揚げ、そしてそこには秋の柄も染められています。これ手染めですからね。はい、それと茶色の帯締めです。はい、このセットでお使いになってもいいですし、ご自分のコーディネートで合わせていただいてもいいと思います。で、これは綺麗な紫色とえんじを使った手組みの帯締めになります。これに合わせたのはこの帯揚げです。これも、はい、これは日本の古典色でしたね。日本の伝統色、中目津紫、これも紫の日本の伝統色になっています。この帯揚げにこのえんじを合わせます。ということで、
これでぐっとなんか女らしくなると思いますよ。ちょっとやってみましょうか。私がこの茶色の帯揚げ、帯小物を今使っていますけれども、そこにこの色を使いますと、とても古典的な色合いになりますよね。古典的なおしゃれな色合いになりますよね。そして帯締めをこれにすると、これもいいではないですか。すっきりしておしゃれですよね。おしゃれですよね。はい、ということで皆様の10月のコーディネートにとてもお役に立つのではないかと思います。一点物で似たものがあっても色が違ってきますので、これは一点になりますので、お早めにご注文くださいね。お土産としてはこのオフホワイトで手刺繍がしたものもございます。こういうものもずっと使っていただけますよね。これは青い個性の方に向いていると思います。こういう帯揚げには例えばこれ黒白なんですけれども、この黒白の帯締めを合わせるとか、これは綺麗な水色に茶色が入っています。こんなものを使っていただくと色数を抑えてすっきりと爽やかなコーディネートになりますよね。はい、それから先ほどご紹介した赤いもみじの緑版です。これも素敵ですね。これも綺麗な色ですよね。これを使っていただくのは他の帯締めでもいいですけれども、例えばこんな帯締めを合わせていただくこともできますよね。はい、こんな帯締めもございます。ということで今日は帯締めと帯揚げのご紹介をさせていただきました。この QR コードからご覧いただいてご注文いただくことができます。はい、そうですね、これも手組みの茶色の帯締めで大変締めやすくて品質が良いものですね。これも元気なコーディネートになると思います。元気でシャープなコーディネートにしていただくことができます。色半襟は4種類お選びしています。この藤色にすると女らしいですし、それからこの水色にすると爽やかですね。少しだけ変化を入れたいという方にはこんな半襟、ちょっとだけ柄が入りますね。そしてこちらはドット模様なのでちょっと爽やかな感じがしますね。やっぱりちょっと変化がつきますし、お着物とお顔の間に色が入るので、それだけそのコーディネート感を変えることができますよね。はい、私がもし今の状態で選ぶとしたら、これかこれでしょうね。これかこれでしょうね。これかこれでしょうね。どっちがいいでしょうかね。というふうに悩ましい、嬉しくも悩ましい状態になると思います。はい、それでは皆様からのご注文をお待ちしております。QR コードからお申し込みください。それでは次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。